ピート・フェルト・ハイゼンは、オランダ内名編出身の元同国代表の、サッカー選手。エールステ・ディビジのテルスター所属。ポジションは GK。フィテッセユース時代は、ス・クイック1888でプレーし、1999年に、フィテッセの下部組織に入団した。フィテッセと、他のユースクラブを経て、2006から07、シーズン開始前にフィテッセの、 トップチームと2010年半ばまで契約を締結した。ハラルトはペナールの控えとしてキャリアを開始し、冬の中断期間直前の2006年12月31日にヘラクレス・アルメロ線で初出場を飾った。冬の遺跡市場ではペナールがスパルタ・ロッテルダムへ去り、後釜としてブラディミル・ストイコビッチが加入してきたが、ストイコビッチのプレイ資格がまだなかったこともあり。 中段期間が決勝戦の1月21日に FC フロー人間戦で先発起用された。安定したパフォーマンスを披露したことから、ア・デモス監督の信頼を勝ち取り、ストイコビッチを控えへ追いやり出場を重ねていったが、RKC バールバイク戦で3失点を喫した。そのため、次戦からストイコビッチに政治 EK の座を取って代わられ、 リーグ戦最終節の PS 分やイントホェン戦で、後半に途中出場するまで出番が訪れなかった。しかし、ストイコビッチの完全移籍のための費用が高価だった、こともあり、同選手が FC ナントに返却されたことで、翌2008から09シーズンの政治意の座を掴むのに成功した。2008から09シーズンの最初の3試合をわずか1失点で乗り切り、さらに、 NEC 内面編戦では同試合の最優秀選手に選出された。その後も勝ち点損失を防ぐことに何度も奮闘し、フロー人間戦ではフロー人間ゼロのゼロピ p とフェルトハイゼンと見出しが出るほど絶賛された。10節の時点でデテレグラフ氏が主催するオランダ年間最優秀選手賞の採点ポイント順位で同率1位となるほどの活躍を見せ、 その後も同様に活躍していくとスカイスポーツからヨーロッパのゴールキーパーで最も有望な一人と評価された。2008年12月に契約を2011年まで延長した。エルクレス・フィテッセの財政難から2010年夏のオフシーズンの間に遺跡の噂が囁ささかれていた。2010から11シーズン開始時に元サッカー選手で 実業家のメラブ・ジョレダニアが買収したことにより、残留が決定したかに思われたが、8月24日に、フィテッセを退団し、エル・クレス CF と4年契約を締結した。10月27日に、コパデル・レイのマラが CF 戦で公式戦初出場を、飾り、無失点に抑える活躍を見せたが、フアン・カラタジュの控えとしての役割から抜け出せず、リーグ戦の出場は3試合にとどまった。 フィテッセに2011年7月26日、エルクレと正式に契約解除をしてはいないかったが、フルスのフィテッセに復帰することになり、翌日に健康診断を経て、直接クラブの練習に参加した。しかし、エルクレス側の拒否、さらに罰則を与えるとの行動に出たため、5ヶ月もの給料未払いが発生している末の対応に、フェルトハイゼン側は激怒し、 フィファに問題を委ねることとなった。最終的にエルクレス側との契約解除が成功し、8月26日にフテッセと正式に契約を締結した。2012年1月26日に契約を2016年まで延長した。ハポエルハイファ2016年7月、ハポエルハイファ FC に移籍した。オモニアニコシア2017年7月17日、 オモニアニコシアに移籍した。アルクマール2018年8月28日、AG アルクマールに移籍した。テルスター2020年2月10日、テルスターに加入した。2007から08シーズン序盤に良いプレーを見せていた。ことから U-21 代表を指揮する、ホッペで、ハーン監督の下で、マケドニア、ノルウェー、エストニアとの UEFAU-21。 欧州選手権2009予選へ向けて招集された。しかし、この3試合で出番は訪れなかった。2007年10月16日のスコットランド戦で初出場を飾り、11月16日に U-21 欧州選手権2009予選のマケドニア戦にも出番が与えられ、再び無失点に抑えた。デファーン監督の下で北京オリンピックの一員に選出されたが、 ケネとフェルメールの後陣を廃止、ベスト16までの全4試合で出番は訪れなかった。2008年3月21日にオーストリアとの親善試合へ向けて、エドウィン・ファンデルサールとマールテン・ステケレンブルフの不在も、ありオランダ代表に初招集された。2009年9月5日に日本との親善試合で、ミシェル・フォルムと代わり後半から初出場を飾り、 見事、無失点に抑え勝利に貢献した。ガナーズチェックオンダッチキーパー、キーパーハッピーアトビテッセ、デファナティフ、ビルスゼンテキントベイヘラクレスアリカンテジョンバンデン、ブロムオーバーピエトビルスゼン、ビルスゼンドーストットクリング、ブレスアペダルセンバルトミー、ピエトビルスゼンフープットマンドック、バンビテッセってゼイン、ビルスゼンバナフマンドックデファナティフビテッサナ、 アップデートピエトビルスゼンフィアジャーレンガービティスサナー、パイデルタシグマファイアルファイオタローイオタシグマタウ、タウイータオミクロンオミクロンオミクロンシグマ、ピエトビルスゼン。2017年12月7日閲覧。 https://www.norldholandsdagblad.nl/.cn l t/.dmf2018092484444816 ピエトビルスゼンテキントベイアズハット https www.nl a d ネイダーランズボネーブル トランファーベリジャビルスゼンマクト製造園 AF、ベイテルスターアドニエブ8、リファラーイコール https コロンスラッシュスラッシュ www.google.co.uk スラッシュオランダ、フェルトハイゼンを初招集ネザーランズビートジャパン、3-0インフレンドリー。ありがとうございます。